チャンピオン街広場か。そういえばこの場所や西公園で小牧のじいさんに昔よく稽古をつけてもらったな。西公園はカムロ町ヒルズが建った時になくなっちまったが、ここは昔から変わらねえな。ショットガンを使ったり、ひたすら殴られるのを耐えろと言ったり、大量の猛者をけしかけたり、なんとも常識外れな特訓が多かったが、おかげで俺もかなり成長させてもらった。最後に会った時はいい年だったが、今も元気でやってるんだろうか。おい、ここで何やってんだおっさん。ここは俺らの縄張りなんだよ。分かってできてんのか。ああ、いや知らねえな。それに広場はみんなのものなんじゃねえのか。んだと。はい、ボコすこと決定。ああ死んだなおっさん。ご愁傷様。まあ待てよ、俺マジ優しいからさ、殺されたくなかったら金置いてくだけで今日は許してやってもいいよ。みっちゃん優しい。話になんねえな。ちょっと待て、お前舐めてんのか。優しくしてやるよ、突き上がりやがって。お前に優しくしてもらった覚えはねえよ。ならいい、ぶっ殺して金奪うだけだ。調子乗ってんじゃねえぞ。遊んであげるよ。私の番。相手してやる。でっ、手加減はなしだ。どうした。出番が来たな。よいしょ。俺の番。やる。まだまだ強くなれそうだ。口ほどにもね。これに懲りたら二度とこんなことするんじゃねえぞ。すみませんでした。ほう、なかなかやりおるの。数々の戦場をくぐり抜けてきたと見える。ん？お主、もしや。はじめまして。どこかでお会いしたことありましたか。おい、なるほど。生きていれば言えぬ事情の一つや二つ出てこよう。いや、ただの思い違いじゃ。ただわしがかつて稽古をつけていた弟子にどこか似ているように思ってな。そうでしたか。遅くなったが、わしは小牧流古武術の継承者で武術家をやっとる小牧宗太郎と申す。この町で弟子に古武術を教えておる。お主はこの辺では見かけない顔じゃが、旅行か何かか。いえ、ちょっとした野暮用でこの町に来ただけで、すぐに出るつもりです。ほう、ならお主
わしの弟子になってみんか。場合によっては100倍くらい強くなれるぞ。もっと若い時に聞いていたらお世話になったかもしれません。ですが今はもう他にやることがありますから、すみません。そうか、ならば仕方ない。これは年寄りの独り言だと思って聞いてくれ。わしは昔からこの町のホームレスや力を持て余している若い連中を相手に戦いの稽古をつけておった。その中でもわしと張り合えるほどに強く優しい豪傑な男がいた。口には出さなかったが、いつも誰かのために傷だらけになっているようなやつじゃった。マナ弟子として迎えたその男は他の弟子たちにもいろいろと影響を与える面白いやつでな、カリスマというものを持っていたんじゃろう。後にも先にもそういう男はあやつだけじゃった。まあ今はすでにどこかでくたばったらしいなどと弟子たちが言うておったがな。だがわしは今でもたまにそのマナ弟子に稽古をつけている夢を見るんじゃ。かつていた西公園のホームレスたちと一緒にな。お主、一つだけ老い先短いわしの頼みを聞いてくれんか。死ぬ前にどうしてもやりたいことがあるんじゃ。やりたいこと？ああ、人生の総決算、最後に本気の手合わせ、試合がしたいんじゃ。自分の最高のマナ弟子とな。おっと違うか、今はマナ弟子2の男じゃったな。老いぼれの最後の頼み、聞いてくれんかの。わかりました。マナ弟子に代わって全力でお相手しましょう。ではこちらも全力で行かせてもらうぞ。1対1の大勝負、小牧翔太郎参る。小牧翔太郎かかってきやがる。いざ参る。調子出てきたぜ。出てるわ。うわっ、うん、あっ、なんと、うん、フィナーレ、トリア決まったぜ。手加減はなしだ。鍛え直してくれる。終わらせる。調子出てきたぜ。寝てろ。調子出てきたぜ。終わらせる。
手加減はなしだ。悪く思うな。調子出てきたぞ。お主の力そんなものか。手加減はなしだ。こいつは重いぜ。相手にならねえな。まだ強くなれるだな。満足したか、じいさん。ああ、見事じゃ。たく、何が追い先短いだ。その辺の若い連中よりよっぽどタフじゃねえか。久しぶりに全力でやり合えたわい。ここまでやれる弟子は今もなかなかいなくてな。もうわしから教えることはないようじゃ。人違いかと思いますが、一ついいですか。なんじゃ。俺も以前あなたと似たような男に世話になったことを思い出しました。その男は強くなりたいと願う人間を見つけてはいつも受け入れて稽古をつけてやっていた。稽古の内容は常識から外れたもんばかりだったが、強さへの信念や情熱はすごいものを持っていた。技だけではなく精神も鍛えられるもんだった。きっと今もその信念を貫いて立派に弟子たちを育て上げているんだと思います。信念か。それならお主の拳からも強い信念を受け取った。誰かのためなら己のことは顧みず戦う強い決意と守るための優しさをな。相変わらずのようじゃな。じゃがそれは時として弁慶の泣きどころにもなる。足を救われぬよう気をつけることじゃ。わしが言ってやれるのはもうこのくらいじゃな。覚えておきます。では俺はこれで。会えてよかった、小牧のじいさん。ああさらばだ、名もなき者よ。わしはこの体が持つ限りここの町で弟子たちと日々精進しておる。いつかまた相まみえる時があればし合おうぞ。それまでは絶対にくたばるでないぞ。あんたもな。今も多くの弟子たちが学んでいるらしい。じいさんの志を継ぐ強い奴らが育っているんだろう。俺も小牧のじいさんからは技以外にもいろいろ学ばせてもらった。あんたから教えてもらったことは忘れねえ。これからも強く達者で生きろよ、じいさん。
Bye.